アロハこんにちは、 DJ ソアライズメロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパーやっていきたいと思います。はい、来ました、ゴールデンウィーク福袋装備召喚2022。来ました、ゴールデンウィーク装備召喚。はい、福袋来ましたね。なので今回は福袋回していきたいと思います。はい、来ました、ついに福袋ゴールデンウィーク初日、1日1回無料のガチャからいきたいと思います。さあ、まずここで運気の占いおみくじタイムいきたいかなと思います。さあ来い。お、これは金玉ボール来ました。ダイヤ、あ、いい感じで多分出てくれるんじゃないでしょうか。星4。さあ今回回すのなんですが、待ってました、ゴールデンウィーク、もう愛しのあの方を取るために、もう散々動画で言ってるのでね、お分かりの方も多いと思うんですが、アリゼお嬢様の D 格がラインナップに入っているので、もうこのタイミング待ってました。はい、ということで待つ福袋装備召喚、こちら回していきたいと思います。いや、緊張しますね。はい、それではまずいきましょう。こちらジェム限定33連レア装備召喚ということで、普段ドリスレ課金勢とかだったらもう確実に回した方がコスパいいです。もう闇ガチャがまず星6確定、3個以上がまず確定なので、はい、3回闇ガチャ回すと思えば、しかも星6確定なのでかなり熱いと思います。プラス抽選で福袋、こちらおまけで新奥義ですね、新奥義が1個もらえて、で D 格をねおまけでゲットできるチャンスって今のところ福袋しかないので、これはもうドリセレの1回3000円よりは価値はかなり高いと思います。さらにシンクロとリミットブレイクオーバーフロー、さあ回していきましょう。福袋装備召喚待つジェムのみ2回限定、まずは闇ガチャいきましょう。ここでいいのが1個でも出てくれたらもう大勝利、1個でもですね、1個でも、なんだろう、欲しいもの狙ってるものが1個でも出てくれたらもう大勝利。さらに3つ確定、うわすごい、くわー来た、お、確定分のみ確定分のみでしたね、ミラボちゃんは。まあまあ以上なんで、こっから演出があれば飛ばしましょうか。これ数が量多いのでね、まあ、でも貴重な虹玉も来てるんで、ここで未生児が何か来てステアップ来たら最高。むしろなんだろう、専用とか出てほしいですね、推しキャラの未生児の。来た来たぜ、モグちゃん1個、うん、1個ナイス。何でしょう、盾知らん、見たことない。これ忍者系ですね、粘土は上がるよね。フリオくんですか、これは持ってる、これはですね、そう、ベアトリックス様、ベア様、まあ、問題はここですね、まあ、今のところは全かぶり、多分虹もかぶ、分かんないですけど、あそこは分かんないですけど、さあ、ここよ、お願いします、誰これ、誰、持ってない、でも、何、誰、こんにちは、歩く。もう大勝利ですね、闇ガチャ大勝利だと思います。これすでに歩くはもう最高です。スタメンシリーズスタメン最高です。よくやった歩く。あ、これプラチナチーム、何何これ、もしかしてリュックレジェマテステアップ、アザス、もうこの時点で闇ガチャは元取れたかなと思います。さあもう一回回せるんで、それはもう一回行くでしょうっていう、それは行くでしょうっていうね。さあ行くぜ、最後の2回回せるね、2回中1回、新奥義とレジェマテ未生児出ました。お、1、2、3、4つ、お、さっきより1個ずつ増えてる、虹が1個増えてる、でミラボも1個増えてる。スキップしましょう。ここでモグちゃんこんにちはしてください。さあここでね、なんだろう、欲しいと思ってるね、狙ってるものが1個でも出たらもう最強、もう超格、もう超価値格になるんで、お願いします。きた何個モグちゃん、オーケー、2個ナイス、グローブ来た、グローブ何、こんにちは、また盾、バラみたいな美しいですね。さあ来い、え、よさげ、え、ちょっとユーナ様っぽいんだけど、これはもしかして7機、これは持ってるでしょう、D かぶり、 D かぶりリュックパイセン、まあ FF10 なんでね、連動アップはアザス、大当たりとして
行きましょう。あ、ナナキっすよね、あのヘアピン。ちょっと待って、やべ、アップルウォッチがすいません、よくわかりませんっつってる。全然違った、ヒステス大先生のシンクロ毒だった。しかもえ、あ、レンドマックスなのか、もしかしてシャキンってなんなかったから。お、待って、これ戦技誰、英子ちゃん戦技2ターン短縮、いいんじゃないですか英子さん。6セリスさん、ザス、お、もう一個ある、ヒロスさん、ちょっと待って、1、2、3、まあ、3個ね未所持があるので、まあ、いいでしょう、未所持が出てるので。で抽選いきましょう、頼むぜ。いや、ちょっと興奮しましたね、まあ、テンション上げさせてもらいました。さあ、こんにちは。うお、揺れるのこれね、揺れて、でもぐちゃんの演出これ確定、もうこれだけでもちょっと演出が楽しめるのは熱いですね。さあ来い、いやーってこれ何、え、あ、でも新奥義だもんね、マリアさんだよね。いや、持ってるやつはもちろん分かってるんですけど、いや、しかも今回の D 角のおまけマリアさん狙ってたんですよ、マリアさん狙ってるんですよ。なんで連動アップは大当たりですね。さあ行きましょう、新奥義、まあ、個人的に新しいのが手に入るんだったらビビちゃん雷、クラクモ姉さん雷、ここ出たらもう最強なんですけど、ね、さあお願いします。って、あ、これね、演出が出るからね、演出 100% 確定だからちょっと興奮しちゃうんですけど、さあ未承知でお願いします、よろしくどうぞ。魔法持ってる、え、これ待って、ユーナ様だとね連動全部マックスだから分かんないんですよ。アルテミシアパイセン、アルテミシアパイセン新規、あざっす。でここなんですけど、おまけ回収はちょっとまとめて動画に1本にしようかなと思ってます。はい、でまだちょっと福袋回す予定なので、あのまとめていきたいかなと思ってます。そんな感じで DJ ソアレスメロージャン TV ファイナルファンタジーレコードキーパーコンスタントに更新していきますので、よかったらチャンネル登録していただきますとモチベーションアップになります。ご視聴ありがとうございました。サンキューマハロー。